こんにちは。リコーダー無駄な技術研究所と題してですね、あんまりプロの先生が教えてくれないような技術、それからリコーダーの教則本に書いてないような技術というのもちょっと研究してみようと、まあ、研究というと大げさなんですけど、私なりにこうやって遊んでみましたというようなことでございます。第1回目の今回はですね、循環呼吸というのをちょっとやってみようと思います。循環呼吸というと、オーボエとかね、管楽器、サックスなどの管楽器でよく使われるんですが、リコーダーであんまり聞かないんですね。でそこでこれをまあやって遊んでみようということで、私はこんな風にちょっと循環呼吸で遊んでいますというようなご報告みたいなもんでございますね。まず第1部、循環呼吸の基礎ですね。循環呼吸を練習するときにはですね、大体これを出すんですね。オーボエやなんか の教則本にもこういうものが書いてあります。要するに、鼻から息を吸って、吸ってる間にこう口から出してるわけですね。口から息を出す間に鼻から吸うということです。とこういう感じなんですね。あんまりほっぺたを膨らましたりなんかする必要ないと思いますが、そこで、このコップと水とストローを使ってやります。普通にこうやってこれをやってる間に、口の中の息をこうスッと送り出していく間に鼻からスッと吸うんですね。わかりますか？本当に一瞬ですというぐらいの感じで、やります。もう一回やります。というような感じで練習してください。これができるというのがまず大前提です。ということで、循環呼吸の基礎が一応できたという前提で、じゃあそれを実際の楽譜でどういうふうに入れていくかと、循環呼吸を使うかということを私なりにいろいろ考えてみました。で、例えばこんな楽譜を用意したんですが、非常にシンプルな楽譜です。ドレミファソファミレ、ドレミファソファミレをずっと繰り返す。で、最後のドレミファソファミレドーっていうふうにいくという、この楽譜があった時に、どこで循環呼吸を入れるかというのが問題になると思います。で、実はどの音符でも入れられます。一つの音符に対して循環呼吸どこでも入れられますが、私はこの一番最後のドレミファソファミレのところで入れると一番音楽に傷がつかないんじゃないかな思うんですね。ちょっとやってみますね。こんな感じです。わかりますでしょうか。このレのところで今循環呼吸してるんですね。これやればですね、もう力尽きるまでこの音が曲が吹けるわけですね。それではこの循環呼吸をですね、実際の曲の中で使ってみたらどうなるかという例をやってみたいと思います。循環呼吸を練習するのにちょうどいい曲を私見つけました。これです。ナルシス・ブースケの12のグランカプリースという曲の第8番ですね。この曲の中で実はここからフレーズが始まって1,2,3,4,5,6 段目のここまでで一つのフレーズで休みがなくなっています。これもちろん音楽上はですね、ブレスをして吹いていいんですけれども、ここはあえてここで循環呼吸を使って一つの流れの中のフレーズとしてちょっとやってみたいなと、演奏してみたら面白いんじゃないかなと。でしかもこれがちょうど循環呼吸の練習するのにちょうどいいフレーズだと僕は思うので、これをちょっとやってみたいと思います。なお楽譜はですね、私のブログの中にも入れてありますので、それをご覧になっていただければと思います。で、こうですね、ファード、ラード、ソード、ファード、ミード、ファードっていうふうに続きます。この中でどこに循環呼吸を入れるかというと、さっきのやり方で言うと、私は8小節の一番最後の音、8小節ごとに入れるのがいいと思うんですね。1,2,3,4,5,6,7,8 このソードラードソードのシャープ、この音ですね、3拍目の裏の音、ここで1回やります。それから1,2,3,4,5,6,7,8 ラレシレラレのこのレの音で2回目やります。1,2,3,4,5,6,7,8
8ラレソレファレのレで3回目やります。3回の循環呼吸を入れるとここからここまで吹くことができます。ではちょっとやってみます。ということで、分かりましたでしょうか。ちょっとゆっくりやってみますね。ここからやります。このように循環呼吸を使うとなんとなくこう、使わない場合に比べて、なんていうんですか、音楽の幅が広がるような気もします。ただですね、やっぱり、フレーズの一貫性という点ではちょっとやっぱりこうなんていうかガチャガチャになる感じはあるんですね。本当に誰にも分かられないように循環呼吸を入れるのはなかなか難しいと思いますが、まあ、こんなことをやって遊んでみるのも一興じゃないかと思います。